じゃあ今回はいつもいやもう夏になりましたが、うんうん、夏でも丸川水産さんなら、うん、マガキが食べれるなと思って、うん、注文したら、はい、違うところの注文したら初めて見るところちょっと行きましょうかね一応ね一応言っとこうかね今後の今後のお付き合いになるかですね広島マグロの吉井さんへえマグロの吉井さん広島さんですね広島さんの柿でこれマジね丸川水産、うん、頼もうってめっちゃちょ、まあ、ちょ、丸ダメ丸も出てやらんはい、よしで、多分岩ガキも頼んでて岩ガキは丸川水産の頼んでたけどこ、カンカン焼きを間違えてでもまあ、たまにはね、うん、そうそうそうたまにはね、と思ってはいはいそうねで、その俺らがなんで毎回またカンカン焼き、うんはい、いつもと同じやんって思うかもしれんけどこれには深いわけがあって、はい、俺らがカンカン焼きで柿を頼むことによって、うん、あ、柿そろそろ食いたいって思い出してもらうために僕はやってるんですよ俺らあららなんか言うねみんな、みんな忘れるやろ柿食うタイミング俺も忘れとったけどね柿そろそろだなそう、そろそろだなやばいやばいって言ってたかあ、そっかみんな絶対忘れてたと思うよ、うん、で俺が今この動画を作ったことによってみんな思い出したやろはい牡蠣があったなと水がなんやろなんか焦げ臭いのはなんやろ水が足りてあという感じで、はい、ね、キム俺らは皆さんの牡蠣食うタイミングを教えてやるために定期的に牡蠣食うもんね、うんそう、また一緒の動画やんじゃなんかそれらのちょっと横の幅をちょっと広げようかなそれだつながりマグロの吉井さんですマグロの吉井さんいや、俺は丸川水産さんだけでいいけどいや、まあ、いろんな牡蠣食べてそうね、どれが美味しいかとかをね そこで初めて、あ、ここの牡蠣は美味しいってそうね丸川水産さんが一発目にうまかったっけどいや、うまかったもんね、一発目からねうまかったいろんな調味料持ってくるすねいろんな食い方をティックトッカーがね、こんなね、安いね、うん、チーズをね、ビューってマヨネーズみたいにチーズ出しよったとあったけんねそれ買ったつもりやったらね、うん、サラダに乗せるカリカリサラダカリカリチーズやったもう一回ちょっと探そうチーズのなんかスプレーみたいなやつですねそうそうそうって一回買ったっすよね、確かえ、マジで、はい、あ、違う違う、そういうんじゃないあれじゃない、うんうん、うわ、牛タン刺し何それ、うん、もはや牛タン刺しって書いちゃうそういう前頼んで食ったやつですもしかしたら俺ら頼んだの俺個人的に食ったやつくっちゃうまそうだもん徳ちゃんと変わったやつ多分2ブロック頼んで俺多分洋来さんに1ブロック渡したやつです俺食ったっけ多分食ったうまかって言った、うん、言いよったいやなんかね肌からなんか1ブロックもらったのはめっちゃ覚えた、うん、俺うまかって言ったうまかって言ったって思うもらったのは覚えたわまた優しかねっていう記憶があるさ食った記憶がない焼いたかな、俺10万なんでもいいんでしょあら変わったあはははははやらないしやらないし食べようね柿やろやらないしこれも読んで、これも読んでマグロの吉井さあ、さあ、今回はそういうことですよし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 はい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 よしおはやー暑いよね絶対暑い、絶対暑い暑いけど頑張ってよしはい、カラオケはいはいじゃあ、アロマもらおうかなじゃあ、いただきまーすもう、ワイというやつがあ、いただきまーすだめ自分で開けて絶対熱いやん、これこれってるかじゃあ、まずはポン酢ね醤油むねし、箸むねし、箸むねし、箸はい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 4つい4つい箸4ついお願いありがとうございますジーパン、ジーパン、ジーパンに染み込む。どこに落ちた？あんちゅー！まずジーパン染み込むの遅いけいただきまーす。あなたは撥水性のね。美味しそう。どう？これどう？美味しい？うまい！マジで？マジで？ん？いやうまいうまいうまい。味にも時間差がある。引けを取らないよ。お？丸川さんとこに。マジで？うん。ああ。あとは好みの問題だな。うーん。好みの問題と思う。俺ね、
申し訳ないけど丸加水産の方ですから好みの問題と思って、うん、頼むとこ間違えたっちゃう食べてる好みの問題だな。でもデカさは申し分ないですね。そう、うん、全部デカだってさ、外れの柿なんてさ、マジ腐ったことあったらいいだろうが本当にあ、まだ柿よ、美味ね、美味しいやろ。うんね、多分全然クリーミーで、うん、そうそう、ほら、中身もさ、プリプリ、うん、しっかり入ってます、ね、この時点でね、もう S 級よ、うん、でかね、これうわ、好きよ、好き、うん、でもそんなのでかい、いや、大きいもん、だけどやっぱさ、牡蠣ってほんと当たり外れが多い食材やん、うん、考えたらもうね、めっちゃ好き、全然ね、当たりは当たりだけ、当たりのとこ頼んだらもうあと好みやもんね、と、うん、いうことで俺はね、マヨネーズをこれちょっと、これ個人的に頼みたいなっていうぐらいで、マジ、うん、そんな好き、好き、うん、ということで、はい、いつもと違うところを頼んだら、うん、やっぱ味の違いはありましたね。うん、あの豊前貝一粒がきもめちゃくちゃうまかったし、マルカさんもねね、うん、ねマルカさんも美味しいし、ここも美味しいし、うん、みたいな。うん、やっぱ違うんだね味ね。で味全然違うね、うん、場所によって。だからまあ好みだと思うので、うん、みんなも一回試してみたらどうでしょうかということで。はい。あとはみんなで食べます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。いやでも中がブリッブリでも粒がでかい。うん、ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、おいし。はい。